はい、それでは2級上級のね、論点の、まあ、撮影ね DVD 教材の、話をやっていきます、はい、じゃあまずね、念のため確認しますと、商工会議所の、範囲表ね、見ますとこの中の3番目ね星印は本来的にはそれが表示されている級よりも上級に属する項目または範囲とするか当該下級においても簡易な内容のものを取材する趣旨の項目または範囲であることを示すと、ね、でちょっと2級の方を見ると例えばこれ退職給付引当金にねこの米印がついてると、ね、でちょっと上の方を見ると退職給付債務の計算っていうやつが1級で出ますと、ね、でもこの計算をねもうちょっと簡単にしたやつね、がひょっとしたらこの2級で出るかもしれないよと、ね、いう意味での米印なんですよこれ ね、 ね、はい、したがってね、じゃあなどういう対策をねしていけば、2級では十分なのか、ね、それをこれからね喋っていくわけですけど、それのね、まあ、サンプル問題というか、ね、これは僕が作った問題ですけども、こちら、ね、この問題が解ければもう十分やと、ね、2級対策としてはね十分やと、ね、いうことでね、これから撮影をしていきます、ね、でこれ DVD 教材として、ね、欲しい方はね、ぜひ、ご購入をね、いただいてこのね2つだけマスターすれば十分だと思うんでね2級対策としてはね、やってください、ね、ただじゃあこれ2級のテキストには まず載ってませんから、ね、このレベルの話はね、はい、だからまあ事前にね、対策をしておけばね、まあ、2級で対象給付引当金が出てきた時にはもう何が出ても大丈夫という状況になりますよっていう問題ですね。はい、じゃあ早速ね、問題に取り掛かっていくと、問い、侍株式会社の A 氏にかかる退職給付金に関する仕分けをしなさいと、ね、で丸1、当期の勤務費用は8000円、利息費用は3000円、期待運用収益は1000円だった、ね、うん、でこの言葉自体ね、何のことやら多分さっぱり分かんないと思うんだけども、1級のテキストではこれ当たり前に載ってるやつなんで、ね、したがってちょっと下書き書いちゃいますけどね、退職給付会計用の、まあ、PL っていうのがありましてね、これここにまず退職勤務費用ね、これが8000ですよと、ね、で利息費用、ね、これが3000ですよと、ね、で期待運用収益、これは貸し方のものからね、収益だから期待運用収益、これが1000円ですよと、ね、でその結果として差額、はい、ここを出すと、まあ検査はね簡単にできてもいいけど8000プラス3000マイナスの1000で1万ですよと、ね、これが退職給付費用なんだ ね、はい、したがって仕分けはね2級でやったやつでしたから、ね、だから借り方退職給付費用1万で貸し方が退職給付引当金、ねまあ、仕分けはもうこの形しかないですよとね、いうのはまあ2級も1級も一緒なんだけど、ね、1万とこれで OK、ねうん、で最後2番ね、当期に5000円の年金基金の掛け金を拠出しましたよと、ね、要するにお金払ったつもりだから、ね、そうすると貸し方現金5000円ね、で借り方の5000なんですかっていうとこの退職給付引当金が減るってことね引当金が減るちょっと要は、ね、はい、したがって借り方退職給付引当金、ね、これを2つしか使わないからね勘定科目は退職給付会計っていうのは、ね、2級でもいいけど、ね、はい、っていうので仕分けは終わると、はい、で回答チェックしてみるとこちらね借り方対象給付費用1万、貸し方対象給付引当金1万でバチコイと。で2番、借り方対象給付引当金5000、貸し方現金5000でバチコイと。ね、ということで、まあ、これで4点4点とかね、来たらこれで8点やと。ね、で、まあ、仮に第3問でね、出てきたとしても、このよりね、数字を作ってあげればいい。ね、したがって、ここに書いてある通り、
勤務費用とかね、利息費用とかね、対象あと期待運用収益とかね、それはどういったものかっていうのは、まあ、日商2級でお伝えですよねと。ね、これはもう1級でしっかりとやる話だからね。ね、この3つは一体何の意味だっていうことはね、それは抑えですよ。なしと2級だよね。はい、ただし、計算方法は抑えることと。ね、つまり、これは抑えることと。ね、1番は何で出てきたんですかっていうやつを抑えてあげると。いうことね。はい。で、なお、掛け金拠出した場合、つまり丸2の件ですね。掛け金拠出した場合。これは現金などで払ってね、退職給付金が減額されることも抑える。つまり、退職給付金が減るよっていうやつもまず抑えてあげると。ね。はい。ただし、ここも、詳細は日商1級で学習する内容なので、結論のみでいいよと。ね。うん。まあ、実はね、他に方法があってね、そのうちの、ま、1つなんですよ、これね。実はね。まあ、1級まで勉強すると全部出てくるんでね、なるほどなと、この場合はこうだねっていうのはすぐ分かっちゃうだけどね、まあ、2級ではさすがにそこまでは出てこないから、ね、そこまで出てきちゃったら、ね、非常に難しい問題に、ね、なっちゃうし、2級でね、仮にこの退職給付、手当金がね、まあ、2級でね、仮にこの退職給付手当金がね、1級レベルでできちゃったらね、3時間ぐらいのね、ちょっと講座をやんないと、ね、もう退職給付だけでね、1級では3時間ぐらいやるからってこと、ね、一個一個の言葉の意味ね、これは一体何やっていうね、ところまで1級の前突き詰めてやっていくんでね、だから1級生からしてみたら、これむちゃくちゃ簡単なのね、実は。1級生にしてみたらね、日商簿記1級勉強してる人はね。はい、しかし2級だけ勉強してる人にとってはこれ何を言ってるのかさっぱりわからんと、ね、いう状態になっちゃうね、はい、で何を言ってるのかさっぱりわからんから、分かるっていう状態にするためには1級ね、日商1級の大体3時間ぐらいの授業を受けた後に、ね、見てみないとすっきりはわかんないんだけど、さすがにね、この動画見てる人はね、 DVD 教材をね使って勉強してる人は2級まででいいとね、いうふうに思ってる場合だったならばね、ここまでやる必要ないからね、先生ね。合格っていうね、2級合格っていう場合はね。はい。したがって、基本的にはね、この言葉自体は、まあ、あんまりよくわかんなくてもいいと。2級だよね、2級だ、ね。ただし、仕分けはちゃんとできるようになってはないといけないと。ね、いうところが、まあ、2級、上級と。ね、知らないと全く解けないと。知ってればむっちゃ簡単に解けると。ね、いうところがね、今回、対象給付会計の米印のとこでしたと、ね、いうことです。はい。じゃあ、あとね、これ何回も何回もやって、ね、まあ、試験前にね、1回だけ見直すと、ね、いうのでも十分なんでね。はい。じゃあ、頑張ってね。